月映画情報シネマキング。週末映画情報シネマキング第295回目スタートいたします。案内役は映画でナビゲーター、そしてシネマクロスメディア C2 発行編集人、そしてムービーステーションスーパーバイザーの川本明がお届けします。今回は11月19日金曜日、そして11月20日土曜日、合わせて10作品以上紹介していきます。まず最初に紹介するのは11月19日金曜日公開、シリーズ最終章となりますモグラの歌ファイナル、こちらの作品から紹介します。最初に紹介するのはモグラの歌ファイナル。この作品は高橋昇の同名人気コミックをもとに、工藤官九郎が脚本、三池崇史が監督、生田斗真が主演を務め、実写映画化したアクションコメディシリーズの3作目にして完結編です。生田斗真演じる破天荒な潜入捜査官が豪華客船で麻薬密輸組織の最後の任務に挑んできます。モグラの歌ファイナル、11月19日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはサウンドオブメタル、聞こえるということ。この作品は突然聴覚を失ったメタルバンドのドラマを主人公に、彼が直面する状態を劇場の音響システムを駆使して観客がまるで彼になったかのごとく聴覚体験できる新感覚ムービーです。2020年アカデミー賞で音響賞編集賞の2部門受賞した聴覚で味わう注目作です。サウンドオブメタル、聞こえるということ、11月19日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはずっと独身でいるつもり。この作品は女子をこじらせての雨宮真美によるエッセイをサプリの岡崎真理が漫画化。この伝説的コミックを MC、ドラマ、CM など多方面で活躍する田中みな実を主演に起用して実写映画化しました。女性たちのリアルな姿をコミカル&ポップに独々しく描いていきます。ずっと独身でいるつもり、11月19日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはミジコフィリア。この作品は文化庁メディア芸術祭漫画部門優秀賞を2度にわたり受賞している神童マエストロの笹生明による同名作品を井之脇海、松本穂乃花、山崎育三郎の共演で実写映画化。音楽への深い愛情と知識にあふれた傑作がついにスクリーンに登場します。ミジコフィリア、11月19日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは山頂。この作品はお笑いコンビジャルジャルがコントシネマという新たな表現方法に挑戦する新ジャンル作品です。ジャルジャルの後藤淳平と福徳秀介が主演にとどまらず、90分にわたって11人のキャラクターを演じ分け、笑いを通じて必死に生きる人々を応援していきます。山頂、11月19日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは囚人リリ。この作品は警察と麻薬組織の抗争に巻き込まれた男の一夜の戦いを描いた硬派なインドアクション映画です。爆走する車を追撃する大量の敵、砦に群がるボートたち、潜入捜査のサスペンスや極限状況に置かれた男たちの友情を盛り込みながら描いた緊迫の145分間です。囚人リリ、11月19日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは劇場版アルゴナビス流星のオブリガード。この作品はバンドリ初のボーイズバンドプロジェクト、アルゴナビスフロームバンドリの劇場版アニメです。北海道の函館を舞台に天性の才能を持つボーカリストレンを中心に大学生ボーイズバンドアルゴナビスの軌跡を描いてきます。劇場版アルゴナビス流星のオブリガード、11月19日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは月一歌舞伎熊谷陣屋。この作品、平家物語を題材にした一ノ谷双葉軍記は1751年に人形浄瑠璃として初演され、翌年に歌舞伎になった作品で、全5段の物語の中で熊谷陣屋は
3段目にあたります。中村吉右衛門の主演の名作であり、戦の世の無常、人生の儚さが胸を打つ古典歌舞伎の名作です。月一歌舞伎熊谷陣屋、11月19日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはナショナルシアターライブアンコール。あの話題の傑作舞台を日本の身近な映画館で、英国まで行かずに日本の映画館で話題の舞台が見られるナショナルシアターライブがアンコール上映です。映画館で極上の感激三昧ができます。ナショナルシアターライブアンコール、11月19日金曜日よりミッドランドスクエアシネマにて公開です。続いて紹介するのは聖地 X。 この作品は前川智博が主催する超常的な世界観で人気の劇団浮夢が上演した同名舞台を、22年目の告白、私が殺人犯です、 AI 崩壊の入江優監督が岡田将生と川口春奈をダブル主演で起用し、オール韓国ロケで映画化した最強のエクストリームホラーです。聖地 X、 11月19日金曜日よりイオンシネマ名古屋茶屋他で公開です。続いて紹介するのはソウルメイト、チーユエとアンシェン。この作品は少年の君で第93回アカデミー賞国際長編映画賞にノミネートされ、世界から注目を浴びるデレク・ツァンの単独監督デビュー作です。少年の君のチョウ・ドンユイが主演を務め、同名のネット小説を大胆に脚色して描く2人の女性の生き様をドラマチックに描いた青春映画です。ソウルメイト、チーユエとアンシェン、11月19日金曜日よりミッドランドシネマ名古屋空港にて公開です。続いて紹介するのはチョサンオボ。この作品はキリスト教が迫害されていた19世紀初頭の朝鮮時代を舞台に、韓国で有名な海洋生物学書であるチョサンオボに記された史実をもとに師弟関係の行く末を描いた人間ドラマです。チョサンオボ、11月19日金曜日よりセンチュリーシネマにて公開です。続いて紹介するのはアート歌舞伎花の心。この作品は歌舞伎役者の中村一太郎と尾上右近がコロナ禍における新たな歌舞伎として制作したオンライン公演アート歌舞伎の劇場公開特別版です。アート歌舞伎花の心、11月19日金曜日より伏見ミリオン座にて公開です。続いて紹介するのはパワーオブザドッグ。この作品は1920年代のアメリカモンタナ州を舞台に、周りの人々に恐怖と畏怖を与えるカリスマ的な牧場主フィル・バーバンクとその弟ジョージ、そしてジョージの妻ローズらをめぐる絡み合う緊迫した関係をリアルに描いた人間ドラマです。パワーオブザドッグ、11月19日金曜日より伏見ミリオン座他で公開です。続いて紹介するのはモスル、あるスワット部隊の戦い。この作品は長引く紛争で荒廃したイラク第二の都市モスルを舞台に、重武装した IS に家も家族も故郷も奪われた男たちが命を懸けてゲリラ戦を仕掛ける最前線を描いた事実に基づいた衝撃の戦争アクションドラマです。モスル、あるスワット部隊の戦い、11月19日金曜より109シネマズ名古屋他で公開です。続いて紹介するのは1941モスクワ攻防戦80年目の真実。この作品は1941年ヒトラーがソ連を奇襲攻撃、その歴史的なモスクワ攻防戦に参加した若き士官候補生たちのこれまであまり語られてこなかった史実にスポットライトを当てた戦争超大作です。1941モスクワ攻防戦80年目の真実、11月19日金曜日よりイオンシネマ名古屋茶屋名演小劇場他で公開です。続いて紹介するのはアタザクラ。この作品は福岡で暮らす高校生たちの日常や恋愛をリアルに綴った青春ドラマです。ほぼ全編福岡ロケを観光、博多弁で高校生の日常や恋夢をリアルに描写し、今を生きることの意味を問いかけていきます。アタザクラ、11月19日金曜日よりイオンシネマ名古屋茶屋ほかで公開です。続いて紹介するのはファイター北からの挑戦者。
この作品は大ヒットドラマ愛の不時着でも印象を残したイムソンミが1ヶ月半のボクシング特訓を経てヒロインを熱演、韓国ソウルで新たな人生をスタートさせた北朝鮮からの脱北者の女性がボクシングと出会い生きる希望と勇気を取り戻す姿を描いたドラマです。ファイター北からの挑戦者、11月19日金曜日よりメインショー劇場にて公開です。続いて紹介するのはフォアジャオの味。この作品は父の死によって互いの存在を初めて知った異母姉妹3人が父が営んでいた火鍋店の秘伝のスープを再現しようと協力し奮闘する姿を描いた香港発の人間ドラマです。フォアジャオの味、11月20日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのは劇場版舞台刀剣乱舞巨伝燃ゆる本能寺。この作品は PC ブラウザスマホアプリゲーム刀剣乱舞オンラインを原案に末光健一が脚本演出を手掛けたストレートプレイ版の舞台化作品を舞台刀剣乱舞5周年記念プロジェクトとして劇場スクリーンに合わせて再編集。第1弾は2016年5月に初演した巨伝燃ゆる本能寺を上映します。劇場版舞台刀剣乱舞巨伝燃ゆる本能寺、11月23日火曜よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。はい、いかがでしたでしょうか。今回もいろいろな作品を紹介してきました。皆さん好みの映画は見つかりましたでしょうか。ムービーアットシアター、映画は大きなスクリーン、そして大音響で見るために映画制作者サイトが作っております。新型コロナウイルス感染症、まだまだ予断は許しませんが、だんだんと平常に戻りつつあります。皆さんここで、気を緩めるのではなく、皆さん各々が手洗いうがい、そしてマスクをつけて映画を鑑賞して楽しんでください。それではさようなら。